ついに第一志望の大学の受験日がやってきた。昨日の晩からメールがひっきりなしに来ていた。みんなの気持ちは嬉しいんだけど、受験に集中したいから返信はしてないんだ。あ、小竹からだ。頑張れって。一言だけ？すいません。あ、小竹のやつまたメール？今度はレオンか。何何？春風、絶対に頭をぶつけるな。頭をできるだけ揺らすな。詰め込んだ内容がこぼれ落ちないようにな。何よこれ。すいません。また恥かいちゃったじゃない。まったく。40分前に到着。全然余裕じゃん。駅前の駐輪場で赤ちゃんを抱いた女の人が呆然と立ち尽くしていた。あの、どうしたんですか？駅まで主人の忘れ物を届けに来たんだけど、戻ってきたらこんなことになっちゃってて。うわ、ドミノ倒しか。あ、私が自転車を起こしますから待っててください。でもそれじゃ。いいえ、困った時はお互い様です。さて、まずはこれからっと。こんなにたくさんの人が前を通るのに声をかけてくれたのはあなただけよ。本当にありがとう。そんなことないですよ。みんなチラチラ見てるもの。お手伝いするかしないかはほんの少しの勇気だと思います。ほんの少しの差か。あなたって素敵ね。よく見たらその制服この辺の高校じゃないわね。私地元だからわかるわ。そう、ええ、まあ今日大学受験なんです。もしかしてこの先の女子大の？はい。それじゃこんなことしてる場合じゃないわよ。かなり早めに出てきたから大丈夫っすよ。ちょっと。ダメダメ、余裕ワールに越したことないわ。それに私あなたにいいこと教えてもらったもの。え？すみません、ちょっとだけ助けてもらえませんか？どうしたんですか？ごめんなさい、自転車を起こすのを手伝ってもらえないかしら？ああ、わかりました。おい、手伝おうぜ。おう。私もあなたを見習ってちょっとだけ勇気を出してみたわ。さ、早く行って頑張ってね。ありがとうございます。いいことをした後って気持ちがいいよね。足も軽やかに大学のすぐ前の横断歩道に来た時だった。悪い。ごめん、急いでるもんで。せっかくいい気分だったのに。あ、レオンからのメールの言葉が一瞬頭をよぎった。春風、絶対頭をぶつけるな。自分を知った激励しながら大学の門をくぐった。指定された教室に入り、受験番号が書かれている席に着いた。すでに半数以上の受験生がいた。その中の半分近くが参考書や単語帳を開いていた。みんな私より頭良さそうに見えるよ。ダメダメ、こんなことでどうする。自分を奮い立たせようと頭をブンブン振った。頭をできるだけ揺らすな。頭を揺らしちゃったよ。って冷静になるんだドレミ。ところが最初の受験科目英語でつまずいてしまったんだ。ヒアリングはなんとかクリアできたと思う。でも長文問題で単語一つが分からなかったことで必要以上に慌てまくって次の科目まで尾を引いちゃって、全ての受験が終わった。応援してくれたみんなには全力を尽くしたことをメールしたけど、本当は
全然自信がなかった。